ぱ清涼感半端ないですね。塩の香りもいいし。でも今日は本当に良かったんですか？はい、特別なお出かけです。わあ、使ってくれてるんですね。もちろんですよ。佐城さんのイメージで選んだので。そうなんですね。そんなわけでまさかの女子大生と特別なお出かけをすることになってしまったわけだが、俺と二人で出かけることに特別な意味なんて感じてなさそうだ。あ、佐々木さん、服が。え、服？実はそのこういう格好は佐城さんに会いに行ったり。え、いつもはどんな格好なんですか？普段はその小学生の時の。小学生の時の服って入るのか？あ、でも物を長く大切にするのって素敵だと思いますよ。ありがとうございます。女子大生のデートってドライブとかすんのかな？あ、もしかして綺麗なお姉さんの水着姿探してます？そんなわけないじゃないですか。こっからは。あっちです。道を覚えてるので案内しますよ。マジですか？よろしくお願いします。不純性交友。ごめんなさい。つい癖だ。すみません。いや、そんな謝ることじゃ。男、俺だけ？いらっしゃいませ。あら、あなたは。はい、前も来ました。今日は彼氏さんと。これは。あ、特にそういう関係じゃないっす。あら、そうなの。勘違いだったらごめんなさい。贈り物かしら。え、作るのならここにある素材から選ぶことになるわ。もしかして好きな人とかですか？今度お誕生日の人って。え、彼女さん喜びますね。お誕生日に手作りアクセサリーなんて。ああ、彼女じゃないんです。付き合うとかはいいやって。え、でも付き合いたいとは思ってないのにどうして？夏川に恋しなかったら自分磨きなんてすることもなかったと思う。だからこれは自己満なんです。それで気に入られなくても夏川に贈り物ができる、それが大事なんだから。ああ、お父さんと来た時のです。佐々木さんはコスプレの趣味が終わりで。あれは私の中学の制服ですよ。はい。どうなってんだ一体。頑張れ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 。これが女子中学生ってどういうことだよ。えいえい、おー。大金の JC マジパネー。また来ましょうね。必ず。そうだな。その時は佐々木さんにプレゼントするよ。本当ですか？ああ、あと通学用に最高級の防犯ブザーもプレゼントするわ。え？いいご身分で。うわっ！何これ？なんで水着？しかもここ白浜だよな。佐々木さん、マジか。せやかぼく。